はいどうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていこうと思うんですが、今ですね、ランキングガチャが来てます。はい、これです。で、UR のね、雲の獣座が参戦ということで、今、まあ、ポイントはね、こんな感じ。あ、21サーバーでやってます。はい、まあ、こんな感じと。まあ、これはね、サーバーによってね、まあ、全然違いますからね。ポイント、ほんとね、まあ、この前の剣王か。全然違うみたいなんでね。で、まあ、順位はね、まあ、何位を狙うとかはね、まあ、特にま、決めてないですね。まあ、とりあえず、まあ、今まで動画で話してきたんですが、まあ、回してって、700っていうか、まあ、7000ね。はい、このポイントの7000のところあるんですよ。ポイント報酬っていうのがあって。はい、まあ、7000ポイント、7000ポイントだとこれゲットできるんですが、まあ、ここまで回して、まあ、獣座、それまでにさ、まあ、どれくらい出るかとかね。まあ、その辺を見ていきたい。まあ、それにちょっと変えたいんですよね。星4の獣座を狙うかっていうので、星5を狙うかみたいな。で、それによって順位もちょっと変えていきたいですし。まあ、いろいろちょっと確認しながら戦っていかないといけないと、ここは。でですね、まあ、剣士の詳細はいいですか？後でちょっと見ましょう。はい、で、提供割合なんですが、0.25。で、剣士が出てくると。で、剣士が出てきたら、まあ、必ずね、獣座が出るようになってます。まあ、獣座の一応星3と星4がいて、まあ、星4はほぼ出ないですけどね。まあ、出たらラッキー。ただね、ラオウの時は出ましたからね。まあ、つっても、結構回したからね。はい。で、ですね、その他が 99.75% ね、75。で、出るやつがこれですよ、と。で、ここもね、結構貴重なアイテムあるんですよ。なので、そうですね。まあ、スパナもね、まあまあ嬉しいですけどね、やっぱ欲しいのは、今、ページ、こう乗ってるところ、ここですね。はい。この辺のアイテムを狙いたい。まあ、あとはここ、覚醒かな。はい。っていう、そんな感じですかね。ということで、行きましょうか。まあ、まずは一回無料引いておきましょう。はいはいはい。オッケーオッケー。これこういうのが外れですね。はい。で、今一回引いたら、ポイント報酬とこね。10ポイント。まあ、一回で10ポイント貯まるので、これでね、このポイント報酬がもらえると。次は50ですね。はい。これをもらえます。これ10万にポイント報酬ももらえるので、まあ、まずは引きましょうか。軽く。そうですね。とりあえず、まあ、200連ぐらい。2000ポイントのところ、ここまでゲットするように引きますかね。はい。じゃあ、引いていきます。ランキングガチャ参戦。まあ、まあまあですね。はい。この辺がまあ欲しいって感じですね。はい。20連目。止まれば10座。止まれば10です。オッケー、次。まあ、行きましょう。まあ、スパナ嬉しいですけどね。はい、次行きます。まあ、どんどん行きましょう。これ、ほんと早いんでね。もう、サクサクなくなるんでね、いいしね。まあ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 、まあ、でも。オッケー、次。これが本当にハズレですね。これ、もうハズレ。はい、今がまあ910までもう来てます。はい、どんどん行こう。止まってくれ !10 座まあ200連くらい止まったら本当運いいよね。まあ確率ですから、本当にね、まあ10連で来る人もいるでしょうし。ただ俺のパーティーだと、星3、星4はね、もう戦力にならないです。正直。はい。あと、まあ、30ですね。はい。じゃ、とりあえず、今回はあと30連引きましょうか。で、次回ね、獣座ゲットするまで引きますね。はい。これでもう200連引いてますからね。はい。200連で、ま、こんな感じですね。まあ、ゲットはできるぞ。で、ポイント報酬をね、ゲットしていきましょう。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、なかなかいいよね。おう。チャットで使用するアイコン。獣座。いいじゃん。次はですね、まあ、獣座来てるということなので、まあ、ちょっと見ていきましょうか。詳細でもね。はい。で、まあ、グループなんですが、まあ、グループはいいか。まあ、なんと5射精っていうのはね、今からね、また出てくると思います、これは。まあ、あとね、UR なりそうなんで、どうすかね。
まあ、不動がなってくれた、個人的にね、不動がなってくれたら嬉しいなっていう感じで、まあ、他はね、まあ、UR って感じじゃないよね。まあ、リハクは、レアキャラ。激アツキャラよ。はい、そんな感じかな。じゃあ、行きましょう。次が、こっちか、必殺か。はい、必殺ですね。相手が、対、まあ、壁のタイプですね。の時ね。与えるダメージが 50% 上昇ということで、まあ、ラオウとか、ハート、ウィグル、みたいなやつだと、ダメージが 50% 上昇すると。与えるダメージがね。で、クリティカルが出た時、自身の最大 HP の 10% 分の追加ダメージ。で、クリティカルが出ない時も効果があって、自身の投機が200上昇するということで、まあ、クリティカルが出ればね、まあ、さらにダメージを与えることができて、出ない場合は、まあ、奥義打ちやすくなると。投機が上がってね。はい。なので、これはね、強力ですよね。まあ、闘技場、やっぱりね、気になってる方多いみたいで、まあ、結構コメントとかもね、いただくんですが、今、まあ、上位陣っていう話になってくるとね、やっぱり、まあ、ラオウ入りだったりとか、まあ、ハート、かけらの集めやすいハートね、まあ、強化しやすいですからね。ハートとか、あとはま、ウイグルとかね、まあ、その辺がよく入ってると。で、その辺を突破するのにはもう向いてますよね、ジューザーね。うん、いいですね。与えるダメージ 50% ね。で、この最大 HP 10% 分の追加ダメージもね、これどんどんジューザーの HP も上がってくるじゃないですか。今レベルの上限は59で、まあ、ここからまたさらに上になってくると。だからそうすると、まあ、ジューザーの HP も増えて、与えるダメージも増えると。いうことなので、まあ、どんどん強力になっていくと。なので、まあ、パーセントね、ダメージ非常に強力ですね。これはいいですね。はい、そして奥義なんですが、これも強いね。一点突破っていう意味では強い。クリティカル率がね、一旦の間、クリティカル率が 40%。で、攻撃が 15% ね、上昇する。まあ、これ強力やよね。これは強力ですよね。ラオウとかでも簡単に落ちるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。で、防御を 15% 減少させると。はい。まあ、防御落ちてもね、まあ、ジューザーの後ろに並べると思うので、まあ、問題ないですね。で、目標の防御 20% 減少。うん、もうあると。これはいいよね。一点突破。やっぱ一旦落とすの大事ですからね。うん。まあ、ジューザーらしいね。うん、いいですね。ラオウに強く。はい。そして、まあ、パッシブはこんな感じと。で、これがね、自身の闘技が、闘技量がまあ上昇なんですが、上昇する。で、自身の最大 HP が低いほど与えるダメージが上昇する。まあ、これちょっと使ってみて、ね、まあ、なんともいないですけどね。うん。まあ、総合の評価で言うとね。まあ、そうですね。俺、KOF もやってたんですよ。KOF もね、結構ゴリゴリ課金してやってたんですが。そうですね。まあ、2体目の UR だなっていう感じかな。うん。まあ、そこまでぶっ壊れっていうこともなくね。まあ、SR よりは、強い。うん、まあ、そんな感じですかね。ただね、これもね、星を上げてなんぼなんですよね。まあ、特にね、俺の場合はこんな感じでパーティーが。まあ、ラオウが星6で、まあ、サウザーが星4なんですが、でも星4になって、まあ、サウザーと、まあ、ジューザーどっち使うっていう話だと、俺はサウザーですね。はい、これは。で、一応サウザーのステータスっていうかね、まあ、UR サウザーお見せしとくと、はい、まあ、これもね、防御タイプの時、与えるダメージが 40% 上昇するんですよ。向こうは50%でしたらね、さらに追加ダメージもあるので、まあ、強力ですよね。ジューザーの方がね、強力。ただ、ここ、目標のバフ効果を解除するっていうのをサウザーは持ってるんでね。ダメージだけ見るとね、ジューザーは上ですけどね。はい、そして、転生十字砲ね。まあ、これが全体攻撃。で、敵剣士 30% の確率で、闘気を300減少。で、15% の確率で気絶を持ってるので、まあ、そうですね。同じ4ならサウザーかなっていう感じだな。まあ、そこまで、俺なんか評価でどっちが上っていうのはないですけどね、ここは。もう、育成もここまで終わってますからね。まあ、そういうのも込みでね。でまあ、サウザー。まあ、全体の気絶が使いやすいかな。はい。まあ、そんな感じかな。まあ、闘気の減少も結構いいしね。ただちょっとね、星4だと物足りなくはなってきました、やっぱり。
SR の6もなかなか強力ですからね。6まで行くとね。まあ、ラオウは強いっす。はい。まあ、もうここまで上がっちゃってますからね。まあ、それももちろんあるんですけどね。まあ、かなり使いやすいかなと。はい。まあ、こんな感じですね。59まで来ると、まあ、ガードリストがね、クリティカルの回避はこんな感じなので、まあ、かなり、まあ、鉄壁ですよね。はい。ということで、今回はね、ここで終わりたいなと思います。まあ、次もね、ランキングガチャ出そうと思っているので、また見てもらえたらということで、ご視聴ありがとうございました。